女官の生き方、くだらの小憎し迷信の選択。恋多き女性って謎っぽいし、なんだか素敵じゃない？どこが？たまには意味のないことも言ってみたい女官の針にとっては、厳しく無駄を切り落とすような女官の宮野は、こういう時にはちょっと苦手になってしまう。だって。だってじゃないわよ。きちんと説明もできないあのことやたらに口に出すのは非礼よ。え？非礼って礼を書くってこと？じゃあ私、いよいよ女王様に尋ねてみるからもういいです。やっぱり女官の宮野は知識豊富である。教養や常識の塊ではあるが、真面目で具体的な話以外にはあまり会話を楽しむような人ではないのだ。と人を悪く言うのもいけない。ハリは女王雅子様の用事で上岸殿に来ている。いよい女王様が戻るのを待っていた。あ、いよい様。かすかに微笑んだ顔をハリの方へ向けて、いよいはするりと椅子に座った。いつ見てもこの部屋は僧院の修行部屋のようであった。隣の部屋は到来物の絨毯が敷いてあり、お経をあげたり瞑想などができるようになっていた。この部屋にもやはり塔や唐の宮殿の会議室のような大きな机があり、椅子もいくつか並んでいた。針は座るようにと勧められると同時に、斜め前にストンと腰を下ろした。宮野は針に首をわずかに振ってみせたが、針は気にも留めていない。いおいは優しい目を針に投げた。針は都合よく話し始めてもよいという意味にとった。ぬかだのおきみ様って、天武天皇を夫にされて、あの方、鏡王の娘様で、大天王子の時に天武天皇様でしょう。で、その時にお産みになったのが、トイチの巫女様でしたっけ。ほいで天智の天智帝のその愛もお受けしたのでしょう。いよい女王は黙っている。表情には何も現れていない。何を思っているのか測りようがない。いつものこと、やはりは思いながらも言葉を続けた。あの、苗字の、くだらの長次様？前は藤原の内丸様の、そしてでしょうかの、で、お勤めをしてから、帝のご寵愛を受けて、ほいで安親様をお産みになったのですよね。いよい女王の目が心持ち固くなった。そろそろ本題を話しなさいという催促なのだろう。ハリは話を急いでいきなり尋ねた。いよい様はいろいろな方と恋愛されました？そばにいた宮野が吹き出した。いよいは一瞬驚いた顔を見せたが、その後穏やかな表情に戻った。どうしてそういうことを聞きたいの？ハリが黙り込んで下を向いた。そういうハリをいよいは横に見ながら、やがて遠くを見るように顔を上げた。792年の今、いよい女王は不惑と言われた40歳に近くなってきている。本当に迷いがない、惑いのない年なんだろうか。私の場合は父親が長く病気で苦しんでいたのを見ていて、仏様に祈りながら、いつもいつも自分の非力を思い知らされながら育ったのよ。自分の生き方にどうかと考えるようになった頃は、仏様にお仕えしていって、それそのまま生涯を終えること以外には考えたこともないの。でも素敵な男の方とか、そばにこういるだけでドキドキするような、若い貴公子の方々とか、そういう出会いってなかったんですか？
イオイ女王はゆっくり顎を引いて下を見た。そして改めてまた顔を上げた。首を心持ちかしげている。世の中にはね、特に今日には世にも美しい魅力的な方がたくさんいるわよ。そういう方々が白檀やキャラを抱き込めた袖をはらりと振ったりしたら、フラフラっていう気持ちにはならないこと。ハリは驚いてイオイ女王を見上げたが、すぐ自分を取り戻した。ずるい、イオイ女王様、ずるい、それは違うでしょ。どういうふうに？そりゃあ、私だって、どなたとは言えませんけど、数ある方々の中には、お子ができなくて済むからって、なんか怪しげな女性をお近くにはべらせて、とても親密にされてる方とか、いるのは知ってます。そう？それとは違うんです。男の方って。そうね。イオイ女王が珍しく針の気を沈めてやるような受け答えをした。それで針は何を迷っているの？故郷の許嫁の方から何か言ってきたの？それともあなたに実家には帰りたくないと思ってしまうような何かがあるのに気がついたの？どちらもです。帰るつもりがなんとなく去りそびれていた宮野が、これを聞きかじってきびすを返してきた。イオイ女王は静かな笑みを浮かべているだけだった。幼い頃からよく知ってる人なんです。それで許嫁が針の戻ってくるのを心待ちしている。早く結婚して針の子供も欲しいと言ってきた。すでにその人には側室の子が2人もいるが、針の子供が跡継ぎになるので待ちきれないと言ってきたのだった。針は結婚や子産みや子育てや家を守ることや使用人たちの管理やらといろいろ考えてはいたが、夫になる人がすでに妻がいて子がいるというのは想像してみたこともなかった。親もそのようなことを口にしたことはなかった。兄たちも萩がこちらへ来た後に上京したのだから知っていたはずなのに、最近まで何も教えてくれなかった。宮野が後ろから声をかけてきた。萩様、それはおつらいわね。でもね、それってもうそういううちに生まれた人ならもう誰もが通る道じゃないのかしら。あとはお父様やお母様に可愛がってもらえるような健康なお子たちを産んで、丈夫に楽しく育てていくことを考えて。それだけだって。大抵の女性にとっては夢のまた夢。それだけだって大切なことなのよ。でも、私がこだわっているのはそちらの側室の方なの。その方のお子さんたちは嫡子ではないでしょう。家を継ぐことはないのよ。それに、私自身はそういうことをされても悔しくはないの。自分の子を産むことは考えているけど、夫を独占したいっていう気持ちはないの。それって、後宮で帝が皆様をそれぞれに大切にされているのを、それを見てきたからってこと？イオイ女王は黙って聞いている。その間に2人はいつまでも話をしていた。この頃、嫉妬は醜い感情とされており、貴族や豪族の出の女性たちの間では、良い女の風上にも置けないとされた。また嫉妬心というのを、せっかくの良い女でも醜くなってしまうという、そういうふうに信じられていた。そうは言われても、人の情けとは簡単に捨てることはできない。雑念を払うのも簡単ではない。次世代に自分の血族を富ませて、多くの女性にたくさんの子を産み育ててもらうのが、この時代の豪族の長や貴公子たちの在り方であった。正室の地位というのは一人にしかやることができない。これも後継者争いや所得資産の分散を防ぐための制度であった。
ここに組み込まれている不分律である。この中で生きる女性たちには恋愛は選ぶものではなく、どこからか与えられるものであった。そのどこかとは、大抵が親を通じて一族全体の総意というような、分かったような分からないような曖昧な力となって襲ってくる。いよい女王が女として生きるとすれば、皇族の血を継いでいることから、さらにそれが狭い道となってしまう。ご姓王までの皇族にしか嫁ぐことは許されない。現実としてはご姓王の立場や所領や年収では、いよい女王のような二世女王のクラスに対応していける財力を持てない。もちろん皇族であれば所領や年収は確保されている。それとは別に、幸いいよい女王は夫を持ちたいと願ったことがなかった。話をして楽しい、心が揺らぐという若い貴公子は宮廷に勤めていれば少なくはないけれども、だからといって一生すぐお近くに女としてお仕えしていきたいと思うような、どうしてもこの方のお子を産み育てたいというような方にも出会うことはなかった。これまでしっかり幸せな毎日を送ってほしい、辛い思いが少しでも減るのであれば、どんなことでもして差し上げたいと思い、心がえぐられるような辛い思いをしたというのはある。二人の叔父と道部邸の弟を一人と入れると、この三人だけであった。そのうちの一人の叔父は長岡京へ遷都して、すぐ翌年であったが、藤原の種継が暗殺された時に首謀者の支援をしていたとして、こともあろうに実の道母兄に捕らえられて島流しの刑を受けた。ところが淡路島へたどり着く前に途中で噴死してしまった。いよいのたった一人の道母弟もこの事件で連山し恩虜になってしまった。もう長く顔を見ることもない。四国の伊予とはどれほど遠いところだろうか。しかもその伊予の町に入ることも許されないという、本当に大変な避難の地に暮らしをしているはずなのだ。そういうところへいよい女王が京を離れて旅をするということはできない。まず帝の承認を必要とするし、そういう申し立てをすることだけでも叔父であるその帝の心をどうするのかと思ってしまう。噴死したたった一人の道母弟弟や帝にとってはたった一人の血縁の甥であって、可愛がってくれていたいよい女王の弟いよえ大君を思って、どれほど叔父は心を痛めてしまうだろうかと思うと、それはできない。いよい女王にできることは、出入りの商人にちょっとした都からのお土産や文を託すことぐらいであった。ハリさん、まあそれで、三重野が声をかけた。いよい女王は自分の思いから覚めて我に返った。女が夫以外の人に恋をするって許されてもいいのかと。恋にも形があるのよ。三重野が先輩風を吹かしている。いよい女王は経験もなく心もそういうところにはないので、宮野が踏み込むしかないと宮野は決めたようだった。心に思ってるだけだったら仏様も許してくださるのよね、いよい様。いよい女王は黙ってうなずいた。でも行動に移してしまったら責任を取らなければならないの。特に女はそう。女だけ？そんなことはないけど、大体女が損になるでしょ。まずお勤めをやめなければならなくなるから、ただの姫様に戻るとなると、ご両親が受け入れてくれるような恋なのか、そうじゃないのか、ご自分で所領や家人をお持ちの方じゃないと現実的には無理でしょ。そういうことはなんとかなるとすれば。ハリ様、なんて幼いことを。なんとかなるなんていうことは世の中にはないのよ。
女官でいる間は報酬もいただけるし、暮らす場所や立場もある。暮らしには困らないけど、何もなくなったらどこに住むの？どうやって下働きの男たちや台所や縫いの下女を雇うの？なんとかなるのでは？針の声は少しかすれてきている。ならないのよ。それがそれでどれほど惨めな老後を送ることになって、長生きもできなかったっていう元女官の女性たちの話も少なくないのに、針様は聞いたこともないの？ありません。蚊の鳴くような声であった。その挙句ご懐妊となっても、周りの援助がなければ無事に子を産むこともできない。大変なのよ。育てるったって乳母を雇うにはそれなりの経済力もいるし、親方や使用人が必要でしょ。どうするっていうのよ、一人だったら。もう針は声もなく青白い顔でうなられてしまった。そこへ鎧女王が声をかけた。私が何かして差し上げられることはある？針は決心したように顎を上げた。その目は悲しみをたたえてしっかりしていた。また改めてご相談に上がります。針は立ち上がり一礼し、鎧は優しくうなずいた。宮野には黙礼したままで黙って部屋を去ったが、針のその後ろ姿はシャンとしているように見えていかにも硬い。辛さをやっとの力で支えながら足を運んでいるようだった。宮野も鎧女王に何か言いたそうな素振りだったが、鎧女王は優しくうなずいただけで、宮野には声をかけなかった。若い盛りの女官が何年もこうして勤めていればいろいろな思いを抱く。皇宮では男女の交わりとなれば帝だけの特権であった。隣接した東宮にはそれはまたそれでいろいろあるが、やはりそこに勤めるのは皇太子のための女性たちということなので、それ以外のことが起こってしまえば乱脈なと東宮の内侍が非難される。宮野は今心に思っている人がいる。それは針も鎧女王も察知していることだったが、誰も言葉にはしなかった。宮野がこれからどう行動するのかは、宮野が自分の生き方をどう決めるのかに関わってくるからだ。自分で決めるしかない。宮野は明神様に付き従って、次の新しい都への遷都、その後も帝の後宮で働くつもりをしている。明神様といえば、明神様ご自体もお覚悟のはっきりした選択を生きてきた。藤原の内丸様を夫に取ったのはわずか14歳の時であった。ご正室となり、内丸様の出世や藤原の北家の台頭を助けるために、また幼馴染の帝の日常生活の安寧を支えるために、そして何よりも高級で権力を握り、内丸様や藤原一族の政治力を維持して誇示していくために、明神様は女性官僚になることを選び、皇宮へお勤めしたのだろう。女としては帝の多くの妃たちと競うつもりは毛頭なかったが、帝は何かと明神様を頼りにもするし、男としては明神に相手にされないと分かるとかえって気が置けない。その分余計に安心するのか、もうじゃれついているようなからかいをかけてくる。帝によくされて舞い上がらない女というのは皇宮にはいない。明神様もありがた迷惑ではあっても嬉しい思いはあるはずだ。その上に自分の血を引く孫娘が帝に受胎した。そのみずみずしい少女を抱く同じ腕の中に、疲れた皮膚や小じわの隠せない顔を埋めることなど、やはり考えられないのではないか。せめてまだ30代初めの艶のある黒々と豊かな髪がハラハラとお背中にもまといつくような日々であったなら、また違うものを。今になってみて薄闇だろうと真っ暗闇だろうと、
ご一緒のしとねに横たわるのでは、自分の屈辱を思うだけのことになるだろう。女心とはそういうものではないのか。美しいヒクジラの姫君たちや、生え抜きの名族からの若々しい姫たちが、毎夜、帝のとつらを待ち焦がれている。迷信が迷信として生きる誇りというのは、帝の毎日のご面倒はしっかり見ていく。けれども、おそばにはべることはない、と決めていることではないか。それで、危ない亀甲が保たれている。それに、朝廷を支える宮廷の中でも、真といえる、高級をしっかり守れる良い女官を育てていかなければならない。さらに迷信の息子の高利が無事に良い命を全うしてくれるというためには、できることはできるだけはしてやろうと思い、もし孫娘が懐妊出産ということにでもなれば、子育ても手伝ってやりたいと思う。迷信の毎日は忙しく、当分は干渉に浸っている時間などは取れない。いよい女王はそんなことを想像してみた。在族で仏に仕えてきたとはいえ、いよい女王も女である。迷信がどのような思いで生きているのだろう、ということは、なんとなく想像がつくように思った。これで、女官の生き方、百済の小三木氏迷信の選択の巻を終わります。